はい、じゃあささめの、こちら向き仕掛けになります。向こう合わせ2段という、商品です。これの特徴は、これもシャフトタイプなんで、跳ね上げ式ですね。こういうふうに跳ね上がるタイプになってます。でシャフトの素材なんですけども、もう一つのささめの方、スーパークリアの天秤は、ナイロンか、何か出てきてるんですけども、柔らかいタイプなんです。これはステンでできてるのですごい硬いです。なので水の抵抗を受けにくく、水中ではこうしっかり跳ね上げることが、可能なタイプです。これはまあもう合わせいらずでゆっくり引いてあっても絶対に跳ね上がるんで、向こう合わせという形になってます。これはもうここ動かせれないんで、あんまり大きいアジを使うとたまにこう引っかかってしまう時があるんで、小さいアジですね、なるべく小さいアジを使った方がいいと思います。こんなタイプ、もう軽く引くだけでこう上がるんで、これでイカはかかります。